はい、こんばんは。はい、こんばんはです。今日お土産あります。お土産、そう、びっくりしました。これは、せーの、ドン。リラックマ。かわいいんですよ、これ。これはね、自分で作るって書いてある。そう、自分で作るリラックマロールケーキ。これさ、うん、今日の情報を置いて、ローソン限定らしいんで。今日発売？そうそう、これね。今日発売なんだ、うん。思わず買ってきました。開けてみてください。開けてみます。これだけ見てるとね、分かんないんだよ。だけどこれ中身がどうなってるかっつうと、これ一つ要注意なの。これ中の薄いビニールがあってね、これがね、そうなの、私引っ張って、内側についてこれ引っ張るとね、ぐじゃっとなる。中身はこんな感じで、はい、パーツが薄いになってんだね。薄いになってます。なるほどね。この薄いビニールを引っ張っちゃうとこんな感じでぐじゃっとなる。そうそうそう、こうなるともう何が何だか分かんないね。これがリラックマになるかどうかなんだね。今も先生、難易度高いっす。しかも刺さった。刺さった、難しい。もう出すの大変。もうパーツも大変。これはこれまず袋開けるところから、これね、これ見た皆さん、まず袋開けるところから。あの可愛い写真見てやったけど、なんか半分寝ちゃった。お母ちゃんリラックマこんな感じになりました。はい。これ、一回打っちゃったらもう動かせないんだね。うん。難しい。あのね、悪化していくから。というわけで、こういうのはサトシだ。はい。やってみる？帰ってきたばっかりです。これは、お。お、いい感じだ。目だよ、目。それがね、ひっくり返ってるとかね。これはあえて箸とか使わないで、こう手でやるっていうのが、これ。ちょっと器用なんだよね。私うまいな、こういうの真剣。おお。お、こっちかみてみよう。リラックマ、あーすごい、おすごい、リラックマできました。さあ、ほぼ完璧だね、うん、すごい。母のはちょっとね、やさぐれてる。これあのお店の人がさ、うん、あのスプーンをつけしますかって言ったら、これスプーンで食べるものだし、あった方がいいと思います。じゃあ食べるとこはちょっとかわいそうなんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。